ドヤ顔 <laughs> いやいいよいいよしろしろドヤ顔僕結構アニマ見返しさなんで、えー、前回もがっつりしっかり、ね、見返したんですけれどもいやどう考えても何度見返してもあの少佐の息子はおかしいでしょ <laughs> どう考えても6歳の体格ではない大胸筋の発達は普通じゃない。<laughs> やりすぎだよ。で、まあそこから出される、えー、スーパーボールすらも、やっぱアーニャの能力をもっとすればしのげるんだよね。実際アーニャの能力すごいんだよね。で、えっと、今回のタイトルになってるステラ、いや、ネタバレにも程があるけれども、やっぱこれはアーニャの能力を使って取るとは思うんだよね。予想としては、えっと、予告にあった、なんか、水の中、アーニャが潜っていたから、なんか、 アーニャの能力で、えー、助けを求める声を聞いて溺れる人を助けるとかそういう展開なんじゃないかとでご褒美でステラでもそうなるとやっぱ先生が見ていなきゃいけないと思うから校内だとは思うのよでも校内でそんなこと起こるいやでも面接すと時動物園になってたからな <laughs> 何が起こってもおかしくないかスパイファミリーだもんな <laughs> いい連行だもんな <laughs> 魔境だからな。で前回ダミアン様のちょっと背景語られたねやっぱお父さんにみ認めてほしいんだ優秀なお兄さんがいて、えー、インペリアルスカラーにならないとやっぱお父さん認めてくれないだろうと思っていてプレッシャーを感じているとでそこをまだ兄がくみ取れてないんだよねだからそういう展開もいつか来るとは思うんだけどあボンドマンねなんだ 緊張感ある感じのシーンあああ二2点0点のび太くんかないやいやこれまずいやろ <laughs> <laughs> 忙しいなボンドマンが最優先よ F ね <laughs> いやちょっとこれはインペリアルスカラーどころじゃないやろ これはちょっと頑張らないとね。いや、この姿見れるかな。これマントね。うん、うん、ステラを8つ取ってね。今、トニーと取っちゃってるからな。<laughs> だら絶対高校だと思うんだよ。トニーとステラ、トニーとステラみたいな。体格が先か優等生が先かみたいな。 父の任務を助けるために頑張ろうとはしてんだけどね。7 <laughs> て少しね、うん。まあまあ、褒めて伸ばすか。何、ちょっとイケボ <laughs>、うん。そう、ボンドマンに絡めればね。あら。いや、頑張れ、頑張れ。 あーやっぱしちゃうのそれはあはい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 得意分野の拾うのねあくどい顔顔いやでもそんなアニャも好きあーまあまあそりゃおかしいわな <laughs> いずれ解散はすんの <laughs> うんまあ、でも今のところベッキーしか味方がいないのよねあーあーあーにゃでもうバカでもいいよもうロイドがどうにかするからもう 黄昏が全部頑張れもう知らんわ <laughs> いやもうアーニュの幸せが全てだうんんじゃないまあ、まあ独創的じゃないあ いたねいたね大丈夫ますねちょっとセンスは厳しそうやねああまあ最初からそれは無理ちょい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 うーんいやいやでも運動はさ素質ありそうだったじゃんあれ <laughs> ダメなのパンチだけ <laughs> あーにゃあ、なんか得意分野あるかね本当にうんうん子供の得意を見極めるのは世の仕事ようん夜さん指導うまいもんねなんだかんだねあれも物に仕掛けてたしここさえ掴めば ダメだこ <laughs> 無理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 とにどとっちゃうよ <laughs> 大丈夫プラン B 頑張るから、うん、<laughs> そう頑張ろうとしてくれてんのよねあんかわいいおでけけ ここ社会貢献ここでもらうのかでもどうやって溺れるんだうんお手柄ね。 いやいや。全部聞いてる。うんうん。いや、でもタイトル捨てないから <laughs> 本当ほんとネタバレにも程があるやろ。お掃除ね。あプール、リハビリ用。や、やっぱそういうことじゃないあああ。 触れちゃいかんよ。んーやっぱ兄は不器用というかなのかね。<laughs> まあこれはしゃあない。あまあまあしゃあないしゃあない。そういうこともあるさ。子供だもの。いいよ兄はそれで。飽きたな。<laughs> それはまずい。<laughs> それはまずい。 ドントランって書いてあるよ。ぶつかるよ。ああ、ぶつかっちゃった。大丈夫か。でかくないなんか。ああ,あ、す、す、すいません。<laughs> すいません。<laughs> ご迷惑を。いやー、シャナ、気にすんな、気にすんな。<laughs> また胃が <laughs>。胃薬が。 足の怪我かなリハビリテーションプールやっぱそういうことだろうこの子かうん深い方に入っちゃう間違えて。 おおいおいお危ないぞ危ないぞああやっぱそうだアーニャこりゃまずいしゃしゃれにならんぞおいアーニャ誰も気づいてない誰も聞こえない助けを求める声を拾える

まあ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 とりあえず呼べればいいよ黄昏よ。をいやもう結構やばいよ誰も気づいてない急げ急げああもうぼぼ読み位置は特定できるああああおらやばいやばいどどうする 行く。ああ、飛んだ。え、黄昏、早く来て。ええー、着衣家だし。あわあ、ちょ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 。まずい、まずい、まずい。ああ、姉の丁寧は。ああ、まずい。黄昏。 さすがパパいやー <laughs> まあそういうことにするかもういいよ無理やりでもなんでもいやよくやったよくやった偉い偉いああ <laughs> まあ気づかんわなああー言うね言うねうん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 いやいやよく動いたその行動 スターキャッチ？おー、<laughs> うわあ、めでたい。クラッカークラッカークラッカー、カーカー <laughs> わー <laughs> わ<ー> <laughs> すごいすごい。いやよくやった。アメイジングエル。 <laughs> <laughs> あそうだな <laughs> 取れてないもんな結局ドッジボール嘘だったもんな <laughs> よかったよかったいやこれはほんとお手柄文句なしのステラよアーメイジングエレガントすごいですあ褒めて褒めてもっと褒めて <laughs> あああ肋骨が折れる折れる折れる <laughs> 愛が刻まれてしまう うーんたそがれそうたったよ得意なことよいいとこよえら <laughs> いぞ <laughs> <laughs> 魚の骨が燃えないあ尊敬度うん,んだこんなん,なんだ何この怪しい人あああはいはいあの人ねハンドラーねあ,あこっちたそがれ。 うんうん、うん、まあちょっと様子見してよ見守ってくれ気長に行きましょうせいてはことをし損じるぞデズモンド周りえプラン B? 飴まあお得いっぱいだからねアニャを頑張ろうとしてくれてるけどもお家行けるああ <laughs> ステラ <laughs> ドヤ顔 <laughs> いやいいよいいよしろしろドヤ顔うんもっとあがめろアニャをあがめろ <laughs> いやもうただただ可愛いわあハハハハハ見てハハハハハハハライトアニャすごいぞ。<laughs> 注目の的やな。 最速ねとにとも最速やけどな <laughs> うん <laughs> まあまあそうなればねプラン B ねストリックスねはいはい東西平和ねやっぱそうなるよねもうほんとツンデレなんだから いや大丈夫実は進行してるからうんああはいハ <laughs> <う>い <laughs> あ、ベッキーも全行程ってわけじゃないんだね <laughs> い,やいいじゃんいいじゃんそれだけのことをしたのよ妬みか かましい,わいやまあまあまああれはそうやけど <laughs> いやいやふざけんな言葉がすぎるぞお前らおいトニーともらうぞそんなこと言ったらおいエレガントじゃないぞあーにゃーせっかくほんとにもらったのに、うん、ただのひがみよいやダミアンはこういうの乗らないやろ なるほどね。ごもっとも。さすがです。男らしいな。うんうんうん。かっこいいかっこいい。プライドが。<laughs> でもちゃんと認めるんじゃん。うん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 。いいやつよ。素直になれないだけでな。 そっか聞こえるのかごほうあスターライトアーニャ <laughs> ああ、親からあいいんじゃない高いピーナッツもらえば アラ <laughs> いやいやもらってるよすごいよ <laughs> まあさすがお嬢様じゃあロッティになんかもらう <laughs> まあお姫様ごっこはしたけどね 好きだねピーナッツうんうんご褒美えピーナッツが本当なんだろうピーゼルちゃんあここで犬あ犬飼ってんだねうん確かのでかい犬よね どうなんだろうまあいそうだよねお高そうなあシェパードマックスえいいじゃんいいじゃんいやいやもう壁作りすぎよお前ちょっとくらい素直になれよ <laughs> うんうんうんプラン B のためにもねこうつながりとしてねいいんじゃない いやいやいや <laughs> そうなればいいんだけどねうん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 まあまあいいんじゃない上層教育にも動物はうん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  そうなのよ一生の問題だからねほんと飼いたいのになかなか飼えないのよ犬猫いずれは飼うけど今ねクワガタ飼い始めたの <laughs> <laughs> <laughs>、うん、ああいいんじゃないそれもいいねいや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  <laughs>、まあ、まあまあまあアーゲの実は うんうん、うん。えでも結構でかかったよね確かうわいやいや何を考えてんのよあーはい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 そっかそういう部門もあるのかうん売却先 動物の檻何かの組織いじくり回されて何だ実験施設賢い犬おいおい あ、そう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 、この子この子ほんと触りしかみたいが全然全く覚えてない犬がいるってのだけうーんいやスターライトアニャおめでとう <laughs> おめでとう <laughs> そっか、じゃあ、次、犬が出てきて、終わりかねえっと、一回、夏挟むんだもんね。秋だもんね。文化とツークールだから。え、どうだったっけほんとにだ。だから、えっと、ほんと、び飛びで、ちょっと見たりとか、触り見たりとかだけなのよ。なんか、やっぱ、能力があるんかね。あれを見る感じ。な、アーニャみたいなことやな。アーニャも実験施設だもんね。 でめっちゃこう研究とか実験された実験体まあそりゃフォージャー家だもんなな,なんか能力持ってるんだろう <laughs> なんだろう未来予知かな近未来予知、うん、まあ兄は今んとこちっちゃいのを欲しがっているけれども あの子を飼うことになるんだろうね。いやいや、えっと、スターライトアニャ。<laughs> いや、ドヤ顔しても何しても、とにかくかわいいわ。ネンドロイドも出るらしいね。来年1月だけど。お水族館あ家族デート旅行ペンギンパーク ん何だろうまあ多分次回が最終話になると思うんだけどそこで犬出てくんのいや伏線だけかな2機に2機つかあの後半に続くんかな今ちょっと分かんないけれどもえー、とりあえずあのスターライトアーニャさんえー、ステラ獲得おめでとうございます。<laughs> あの用意してました。<laughs> いやーめで,たい、まあ、でもトニーともね今後やっぱ取るとは思うんですけれどもえー、えー、結局ど,ど,どうなんのかなかプラン A がステーラを8つ取ってえっ、ー、とインペリアルスカラーでしょでそれで特待生になって、えー、その集まりで、えー、デズモンドに会うっていうプラン A でプラン B はえっ、ー、と次男と仲良くなってお家にお呼ばれして、えー、そこで会うってう、まあ、それが最短ルートだけど、まあ、最終的にどっちになるのか。 まあ、とりあえずあの今後の育成見,見守っていきたいと思います。はいというわけで、えー、今日のカズマックスのアニメレーションでございました。また次回第12話でお会いしましょう。じゃあね。